はい、こちらは、ホステックスさんのブースです、新製品としてはもう予約が始まってますけれども、 TE100、 はい、イヤホンですね。これはもう予約もいただいてるんですけれども、はい、どんな製品でしょうか。こちらはフィットイヤーさんから、はい、フィットイヤーエアーっていうカスタムの BA とダイナミックの、まあ、ハイブリッド版が出てるんですけども、それの、まあ、ユニバーサルモデルっていう、はい、まあ、位置付けですね。でユニバーサルモデルはホステックスの方からっていうところで、出してます。なので中の構成は同じでダイナミックと BA のハイブリッドで、まあ、ユニバーサルモデルなので、はい、転売ができるっていうのは嘘で、まあ転売はできますけど、はい、やっぱりカスタムとは違って、うん、ステムの部分なんかが結構複雑な構造になっていて、はいはい、でこちら須山さんのとか、はい、特許のステムが使われてるので、トゥーゴーなんかと一緒のステムですね。なるほど。でそれにプラスしてやっぱりダイナミックが入ってるので、うん、空気のコントロールなんかをもっと、まあ、複雑にきちんとやらなければいけないということで開発したものです。でこちらはダイナミックドライバー使ってるものとしては珍しくて、はい、もう完全密閉で、はい、空気のベンド穴が一切開いてない、うんうん、密閉な、はい、まあ、これフィットイヤーの、まあ、設計思想とも、うん、まあ、同じなんですけども、まあ、完全密閉型ということで、耳の中の、まあ、ダイナミックレンジを上げたいというところですね。そういった製品です。これエアー自体も確かダイナミックドライバーがポスターさんのドライバー使ってるんですか。そうです。結構じゃあがっつり共同開発するんですか。そうですね。なので開発は結構一緒に何度も何度もやり取りをしてっていうところですね。で音の傾向はまあ聞いていただいてみてっていうところなんですけども、うん、まあフィットイヤーエアーとはまあもちろんユニバーサルっていう位置付けなので。うん、まあ、音の傾向としては同じような傾向で、うん、ただそうですね、特に中低域のあたりの感じとかが、はいはい、エアーとユニバーサルと少し違うかなと、うん、あと、まあ、個人的にはちょっとサウンドステージの感じが、うん、エアーとは違うかなという、うん、印象ですね。なんで、まあ、聞いてみてくださいというところでございます。はい、あとヘッドホンの方でこれ同じ日に発売になる種ですけれども、はい、TH610 ですね。610、これウッドハウジング、ウッドハウジング新型です、はい、新型ですね。で以前、TH600 っていうのがあったんですけれども、はい、そちらは、今現行がなくて、うん、同じドライバーの、はい、クラスなんですけれども、同じドライバークラスですけども、これ用にまたチューニングをし直していまして、うん、はい、でウッドハウジング でイヤーパッドなんかも新しいものを変えてますね。で一番の違いとしてはここが着脱式になってますので、はい、まあ、結構要望は多かったんですけれども、こういった形ですね。でこのケーブルっていうかこの着脱のところは、はい、まあ見たことある方もいるかもしれないんですけど、HD650、うん、ゼンハイザーの HD650 ですとか、はいはい、あの辺と同じような、はい、フィットイヤー方式です。ほうほう、フィットイヤーとかも同じで、これ一緒なんですね。何気にこれ非常に強くて、うん、品質も高いんです。でこれを採用してます。業務用機とかでそのフィットイヤーさんとかも採用されているのがそこなんですね。そうですね。話が強い。そうなんですよね。なのでこれを採用してる。なるほどね。これなんか一見その先入観でいくと外れそうにない風に見えるんですけど、うん、外れるんですね。外れるんですよ。あとはいや実はいろいろなんでしょうね。MMCX ですとか、あとはミニ XLR なんかも検討はしたんですけど、
あのミニ XLR とかを使っちゃうと、あの、まあ、PH900 の Mark II もそうなんですけど、結構ハウジングのもう削るぐらいあのここを改造しないとなんか、はい、いけないので、やっぱりハウジングとかの、まあ、デザインとか今までのデザインを踏襲しようと思ったら、なるべく細くてコンパクトでっていうところでこのケーブルの採用になってます。なるほど。600って金属です。なんで気にしたん？まず、まあ、響きをガラッと変えたいっていうのがありますね。はいはい、あとはなんとなくこう聞いていくと、うんうん、木製のものっていうのが、まあ、試作は何度かしてたんですけど、うんうん、あの音の傾向としてまあいいなというのがあって、うん、はい、あの600出した時ってもっとなんていうかこう鋭かったりとか、うん、あのいわゆる解像度低というか、うん、そっち寄りな感じだったんですけど、はい、ちょっとこの610とかだと、うん、もう少し音楽的というか、うん、あの今のまあ、今の音楽ソースとかプレイヤーとかには合うかなっていう感じ で、うん、でウッドハウジングに変えてますね、はい、そうですね。割とこれは皆さん気に入ってくださる方が多いので、ね、やっぱなんだかんだ皆さんウッドハウジング系お好きですからね。そうなんですよね。なので、まあ、TH900 よりちょっと買いやすい価格帯のものが出てきたって感じで嬉しいことです、ね、少し買いやすく、かつケーブルなんかでこう、まあこのケーブルうちでもあの買えますけど、はい、まあ、この辺のケーブルの、まあ、コネクタ買われて自作する方もいらっしゃるでしょうし、はい、まあベースモデルとしてもなかなかいいんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。